じゃん。どうも、ウーバー配達員のヒカリマンです。今回は、ヒカリマン、ついに、週刊プレイボーイに、乗りました。よっしゃー。はい、というわけで、今、土曜日ですかね。もう多分コンビニとかではもう撤去し始めてる頃だと思うんですけど、今週の週刊プレイボーイに実はヒカリマン乗っています。はい、こちら上のこの目次には載ってないですかね。あ、はい、ありました。152ページ。賢く使うために覚えておきたいことは、デリバリーサービス最新攻略法。はい、こちらに、ヒカリマン、取材を受けまして、ズーム会議でね、いろいろ話しました。その様子というか、攻略法がね、いろいろ載ってると。拡大戦略の3強と隙間狙いの新戦力。3ページかな ?3 ページにわたって。で、まあ、3人ぐらい、なんかね、誰だ?知らねえやつなんかいたな。もう一人は、で、ちなみに僕3回目なんですよ。確か。週刊プレイボーイに乗るのが。一番最初は、渡辺くん。まあ、渡辺くんさんですね。伊集院光る深夜のバカ力っていう深夜ラジオがあるんですけど、僕はもうめちゃくちゃ聞いてて、そのラジオで伊集院さんのトークに対して笑ったりとかいう反応をする。まあ、笑う人なんですけど、よくそのラジオでもね、いじられてたんですけど、ウーバーイーツをやってると。で、ウーバーイーツユニオンで、知り合って、その渡辺くんさんに、紹介されてというか頼まれて、1年前ぐらいに同じような企画をね、やったんですよ。で、その時にもヒカリマン乗ってて、で、2回目はコロナで、緊急事態宣言がスタートするみたいな、配達員側から見た街の様子みたいな。またそれで乗せてもらってっていうので、今回3回目なんですね。で、その渡辺くんさんも、今回取材受けてて、で、僕も受けてて、あと1人ね、知らない人いるんですよね。誰だ?なんかね、うさんくさい。ごめんなさいね。パッと読んだ感じ、うさんくせえなっていうやつがいたんだけどね。あ、いた。ポイ活芸人の井上ブルドーザー氏も、今回取材受けてて、で、個別で全員受けてるんで、誰が何、どういうこと言ってるか、みたいなのわからなかったんですけど、まあ僕の話したことだけが載ってるわけじゃないんで、まあ突っ込みどころもね、まあ多少あるんですけど、そういうところも込みで楽しんでいただけたらなと。まあぜひ気になる方は買ってみてください。なんか今回フリーライターの人から取材できませんかってこう来て、でそのフリーライターの方とシュープレの編集部の人で3人でこうズーム会議してしたんですけど、そのシュープレの編集部の人がね、面白い企画やってて、1週間フードデリバリー生活っていうのやってて、食べるもの全部フードデリバリーで1週間してみたということで、まあ面白いんで買ってみてください。まだまあコンビニではもう撤去されてると思うんですけど、普通に本屋さんとかでは多分置いてると思うんで、急いで。ヒカリマンっていう文字入ってるよね。あ、ヒカリマンですね。一方、サービス開始当初から Uber Eats の配達員を務める YouTuber のヒカリマン氏が推すのは新勢力サービスだって書いてありますね。はい、ということで、3ページのうち多分ほんのちょっとしか僕の言ってるよっていう感じでは載ってないんで、この Uber Eats 配達当初から配達員をしている約1万回配達を超えているこのデリバリーマイスターのヒカリマンがおすすめするデリバリーアプリの使い方やっていこう。まあこの記事でいろいろ言われてますけど、ちょっとね、違うじゃんみたいな、いうこともまああって、例えば、何々館は個人店が多いとか、本当みたいな。誰言ったのそれっていう。個人店多いのはチョンピーだろっていう。なんか出前館からもらってんのかわかんないけど、出前館、あ、言っちゃってるわ。出前館にします。出前館って個人店多いイメージある?チョンピーですね。で、チョンピーのすごいところは、他のデリバリーサービスでは加盟してない面白い個人店があるのもそうなんですけど、インスタのショートムービー、じゃあ麻婆豆腐作るところの一瞬の動画がこう載ってたりとか、結構ね、SNS 化してるんですよ。だからそこがね、めちゃくちゃ面白いなっていう。よりその加盟してるお店に近くなるっていうか、親近感が湧くというか、なんか応援したくなる感じがすごいしました。うん、だからそういう点ではね、めちゃくちゃいいなと思う。まあ、範囲がまだ狭いんで、そこがちょっとあれなんですけど、まあ多分着々とやってるんでしょうね。
もうバーって伸ばしてサポートを適当みたいな、なんじゃなくてもう手堅くこう固めて固めて固めてみたいな。で配達料金とかもどのサービスも多分ほとんど変わんないんですよ。最低300円とかほとんど変わんないんで、配達料が全部一律だとしたら自分が使いたいのはジョンビーですね。ただそこにウーバーパスとかメニューパスとかそういうのも入ってくるとまた変わってくるんですよね。サブスクです、簡単に言うと。月に980円、メニューの場合は、最低配達料が300円なんですけど300円引きになります。プラス注文額から 5% 引きなんですよ。だから1500円の商品注文したら150円引きで、 Uber Eats の場合はどんなに近いお店でもどんなに遠いお店でも配送料0円です。これはでかい。だからあのお店頼みたいなって思ってもめっちゃ遠かったら、遠い分配送料も高くなっちゃうんで500円とか600円とかになっちゃうんで、そこまでして頼めねえなみたいないう時も Uber Pass があれば、どんなに遠いお店からでも配送料0円で頼めるんで、だから月に3回以上頼めばもう元取れるんですよ。下手したら2回でも元取れる。だって Uber の場合配送料500円以上のところなんてまあ全然あるんで、それ2回サブスク入ってない状態で頼んじゃうともう1000円かかっちゃうじゃないですか。でもサブスク入ってれば980円でもう頼み放題0円なんで、でメニューも同じくマイナス300円、だから3回頼むよ、まあ900円引きにはなるんで、で 5% 引きだから、まあ、ポイントは絞ることですね。サブスク入る場合はもう絞ることが大切ですね。でクーポンで言うと Uber Eats の場合はもうコロコロ変わるんですよ、値段が。今が多分一番高い1500円以上の注文で、1800円引き、このね、こっちかな、どっちかにあると思いますけど、まあこのコードを入れるとそのクーポンがもらえるんですけど、今が一番高いから1800円、初期の頃は2000円 ×2 とかだったんですよ。でしかも初期の頃は配送料も0円だったんでめちゃくちゃお得だったんですけど、さすがにもうどんどん減っていって、一番ひどい時800円とかでしたね。1200円以上の注文で800円引きとかだったんですけど、また今めっちゃ上がって1500円以上の注文で1800円引きっていうね状態です。でチョンピーも一時期上がったんですよね。初期の時より上がったんですよ。今はちょっとわかんないんですけど、今は紹介した人は500円、された人は1000円、まあだから初めて使う人は1000円引きです。まあだからじゃあいっぱいいろんなのあるけど、じゃあどうすれば一番お得なのかっていうと、まあ、とりあえずまず自分の家から頼めるデリバリーアプリを全部ダウンロードして、初回注文無料クーポンっていうのは絶対あるんで、でそれ使うとほぼ無料でね、頼めるんで、まずそれでほぼ無料でタダ飯を食べる。でその後はウーバーかメニューがあるのであれば、そのどっちかが絶対おすすめですね。まあそのウーバーかメニューの、サブスクパスを登録してしまうと。まあなんですけど、ちょっと一個別格の今クーポン出してるデリバリーがあって、他のデリバリー会社とかはまあさっき言ったように1000円割引とか言っても Uber の1800円割引ぐらいなんですけど、1000円クーポン ×10 っていうちょっと頭おかしい額の友達紹介のクーポンを出してるデリバリーがありまして、メニューです。ちょっとメニューちょっとやばい、多分潰れます、おそらく潰れるので、もう早くその自分がまずメニューのアプリダウンロードしますと。他の人のクーポンのコードを使うことによって、確か最初はいくらの1000円ぐらいかなだと思うんですけど、そこは1000円なんですよ。ただ自分のコード、そのクーポンで友達が初回注文をすることによって、自分に1000円 ×10、 1万円分のクーポン入るんですよ。やばい。だからそれが今一番おすすめ。メニュー今めっちゃ広がってるんで、全国、例えば東京に自分がいますと、東京もちろんメニューやってるんで、で自分はまあ最初は人のコードで入って注文したりとかして、で自分のコードが、まあ、自分のコードが手に入るんで、そのコードを友達、まあ友達いなかったとしても、もう親の携帯奪い取ってもう注文してもらう。そうすればもう自分に1000円 ×10 の1万円分クーポン入るんで、でこれってどの場所にいてもできますか。僕の場合は一番最初茨城の親に頼んで、配達先をこの東京のここにしてもらって注文してもらったんですよ。っていうのもできるんで、全然これ不正行為とかではなく、
そういう風にもう奪い取ってでも友達とか親戚とかに注文してもらって1万円分のクーポンをゲット。そしてメニューパスに、絶対入ったものです。で1ヶ月だけ絶対入って、あそうで最初の1ヶ月確か無料なんですよメニューパスは。だから最初の1ヶ月以内にクーポン10枚使い切ってそのメニューパスを解約する。で解約料金とかそういうの一切かからなかったんでが一番おすすめですね。ただそのメニューのクーポン1500円以上の注文でじゃないとその1000円クーポン使えないんですよ。だから絶対500円は払うことになる、まあ、そこがちょっとねうまくやってんなっていう感じなんですけど、まあそれでも1000円はお得になってるんで、であとプラス 5% 引きなんで一番安く1500円ちょうどのやつを頼んだら、5% 引きで、425円ですね最安値。デリバリーで1500円ぐらいのお弁当が500円で食べられると、まあ、そう思えばまあお得かなと思います、ね、っていう感じ。今そういう感じです、はい、今のデリバリー業界DVD もついてます。